あら、もう来ちゃいましたよ。もう今来てるやつが折り返してきたら、私もう一歩乗り過ごしですからね。まあいいけどね。別に。はい、あ。ワイグニスは、あ、でもちょっと駐車場空いてきた。さすがにこの時間になって。でももうまだまだ入ってくる車もありますかね。はあ、そうですよ。この時間からそう、輸入はもういてもしゃんですよ。さっきの電車には何か、ね、乗って入りましたけど、あの、地元の方で、あの、もう車の向かいが来てきた感じでしたからね。そりゃそうだ。あ、ちなみにさっきの高速バス、アクアイグニスも止まるんですけどね。路線バスが、あの、トンボの駅を中心に回ってるのと、路線バスはね、中の方まで入ってくれます。もうあの、入り口の近くの方、あの、この駐車場の奥の方に、高速じゃない、路線バス用のね、やつがあるんで、まだ便利かな。まあ、でも、圧倒的に車で来るとこですからね。あれなら本当に、友達に頼んであっちまで来てもらってきゃった。男子はいくらでも、あの、小物には別に全然いますからね。はい、あ。いや、暗い。いや、これライトないと、結構きついね。これあの、横地とは水ありますから、確か。気をつけないと。水なかったっけ？あ、水ないか？いや、あるね、あるね、やっぱり。意外とケチかけちゃいますから、この水は。まだちょい先だもんなぁ。ここはね、近鉄は多少駅間が短いよって言ってますけど。言ってもちょっとここは距離ありますからね。まあ、でも、オーバーネーンなかったらやばかったですね。中込むのだったら。ひどかったぞ、これ。はい、あ。謎の対応センターがですよね。いつもね、謎だった。何なんでしょうね。もうちょいですね。もう一歩きすると、セブンイレブンが出てきますからね。そうすればもう向かいですからね。はあ、ね、車だと早いんですけど、本当に歩くと。はあ、ここ。ジョイのお店なんだ。ポイントカードですね。小物町の商店街。こんなとこまでやってんだ。小物町だから、あれなのか。あの、小物駅のね、あの、駅前のからちょっと行ったところに実は商店街だったんですよ。昔ながらのね。街道があって。そこのところにわーっと出てて。一部、豚屋さんとかなんか、あの、厚生病院の近くのところとかね。もう完備してた店ですけど。こっちの方にもあったんですね。あの、昔ながらの、もう時期のね、あの、カードってね、ピッピッピッって貯めてるやつです。あーカード、前作ったのがあると思うね。大作ったのが吹いてる。やるから。もう、本当に人生ってすんのこれ。何が見えてんのこれ。怖いよ。後から編集するときに動画の、スタジオ見るの。何が見えてんのこれ。私でも、カロー、カロー打ってみたけど、まあ一応動画撮ってしかできないか。あれ、そういう8件もダメですかね。これもう遅れんじゃん。ダメだ。うん。ほら、もう折り返してきてんじゃん。これダメじゃね。間に合うわけねえじゃん。四日市行きの電車が後ろから迫ってくる音が聞こえるよ。間に合うの、絶対間に合うわけねえじゃん。ほら、もう。無理だって。だからといって中コムの方へ歩こうとは思いませんけど。まだまだ先だな。止まんないもんね。そうそう。これが見たミュージアム。
ここはでも、ミュージアムってなってるところはギャラリーじゃなくて、美術館扱いなのかな？え、にゃんこでやってんだ。好きだらばね、これにゃんこでやってんだ。へぇちょっと気になるな。にゃんこ最近だからね。道の駅まで行ってきろ。これがね、またね、ちょうど間ぐらいになるのよね。中小物と小物の間ぐらいか。いや、中小物超えるか？うん。ぐらいですからね。で、出た。自然薯のチャチャ。一回来てみたいんですけどね、ここの自然薯。美味しいらしいですよ。とどろむ好きなんでね、一回来てみたいんですけどね。なかなか一人でね、入りにくい。あれですからね。もう、入ってますね。うん、うん、うん。ここに来ると昔、小学生ぐらいの時でしたっけ。チャチャって名前の、ゴールデンハムスター買ってましたね。昔そういえば。あったな、そんなこと。その昔ですけどね。あ、見えてきた、ヘブンイレブン。ということはもう駅ですからね。はい、やれた。長月でも買って、あ、肉もでも買って食おう。体が冷えた。よし。ああ、よしと。じゃあ、肉まん買ってこう。